はいどうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。さあ皆さん、ついに来ましたね。待っていたという方多いのではないでしょうか。東京マルイのですね、新製品の電動ガン MK46 マーク46っていうのかな、12月の12日に発売となったみたいですね。で、まあ、値段がね、値段はこれ前から言われていたのと同じかな。税抜きで14万8000円。込みにしたら、まあ、16万円ぐらいかな。すごいよね。16万の電動ガンですよ。で、スペックとかはですね、もう皆さん多分ご存知だと思うんですけども、金属製ボディで、で、ハンドガード周りはアルミ削りだし、で、プルプル震えるね、ダミーカートが付属してとか、まあ、そんな感じで、あとキャリングケースもついてんのか。という感じでね、結構いろいろついて、16万円、税抜きで14万8000円か。という感じのお値段になっております。結構ね、税込み16万って高いですけども、でもこれ多分丸いじゃなかったら20万円コースですよ。丸いだからこの値段だと思います。まあ、そんな感じのですね、このマーク46モッドゼロなんですけどもね、これ、買いましょうか。というのがですね、今回の動画なわけでございますね。正直ですね、この製品が発表された当時は買うつもりありませんでした。なんですけどもね、やっぱ時間が経ってさ、とかってこうやってね、情報がいろいろ出てきたらね、なんかちょっと気になってきちゃったんですよね。まあいいや、こういうね、つまんない話は後でするとして、とりあえず、ポチっちゃいましょう。さあ、やるよ。はい、それではね、注文していきたいと思います。はい、今回はね、ま、いろいろ見たんですけども、多分ね、ポイント還元とか含めて、ここが一番安いので、ここで買いたいと思います。税込みの値段が13万240円。で、送料無料。で、美味しいのはここだね。ここの、ポイント還元。これがね、結構あるので、ここにしようかなと思います。では、行きます。はい、こんな感じでね、カートに入りました。では、エンジョイパックに入らずに注文。それじゃあね、ちょっとこの辺入力していきたいと思います。はい、というわけでね、必要な情報を入力しました。さすがにね、ちょっと13万円ってね、高すぎて、カードの利用限度額を超えちゃうみたいでね、ちょっとポイントがいっぱいもらえる支払いの方法ができませんでした。そう、ね、限度額が20万円ぐらいでそんなに高くないんですよ。だからちょっと払えませんでしたね。なので、カードを変えて支払いすることにしたら、ちょっとポイントが半分になっちゃいましたね。だからあんまり得ではないけど、それでもね、まだ多分、現状ここが一番安いと思うので、これでもポイントが6000ちょっともらえるっていうことは、で、送料無料だから12万4000円ぐらいか実質。そんなもんなんで、多分ね、まだ最安かなということで、ここで買います。さあ、あとは、この運命のボタンを押すだけです。13万か。13万ね。高え。マジで本当に買うか。13万だよ。13万だよ。本当に13万か。13万でしょ。大丈夫かな。大丈夫。行きましょう。行きます。もう覚悟決めた。行きます。行きますよ。せーの。13万。ワンクリック13万。お、どうだ、どうだ、どうだ。長い、うわー13万。ポチりました。やばい、なんか、買う前よりも買った後の方がちょっとビビるね、これ。13万だよ。はい、まあ、とにかくこんな感じで、ポチったぜポチったぜはい、こんな感じです。いやー、ポチっちゃいましたよー。ね、実際に支払う金額が13万円ジャスト。ね。まあ、ポイントとかいろいろつくんでね、実質12万5千円ぐらいですけども。まあ、とりあえず一回払うお金はね、13万円っていう感じでね。13万だよー、13万。俺ね、今まで買ったエアガンで一番高いのがこいつだね。ここにある。この KTW のウィンチェスターライフル。これがね、6万6千円ぐらいだったのかな。っていう感じでね、それが一番持ってるエアガンの中で高かったんですけどもね、記録更新ですね。これ6万6000円でしょ?だいたい2倍ですね、13万なんで。
いや、あのね、ほんとね、ポチる前より、ポチった後の方がね、怖いね、これ。え、13万、他になんか、急な必要な出費とかないよね、みたいな。大丈夫だよね、俺ってちょっと思っちゃいますよね。まあでもね、ポチっちゃったんで、もう後には引くことはできません。全身あるのみです。でも、まだ確実に買えるかはわかりません。でもね、まだ確実に私の手元に来るかはわかりません。発売日になって、そのショップにいくつ入るかによりますから。だから場合によっては、ちょっとごめん、数が足んないからお前には売れねえわ。ごめんね、キャンセルね。って言われる可能性もありますから。だからまだね、ちょっと安心はできませんね。まあ、そんな感じなんですよね。で、なんで、今回この13万円、まあ定価は16万円か。こんなね、結構高い電動ガン、これ買うことにしたのかっていうお話をちょっとしましょうかね。当然ながらですね、最初は買う予定なかったんですよ。ねえ、さすがに10万円超えはちょっとなーって思ってたんですけどもね、やっぱ東京丸い初の軽機関銃の電動ガンっていうことでね、とかさ、あとなんか、結構丸いも今回のこのマーク46は力入れててさ、いろいろなんかレセプション開いたりとか、なんか結構力入れてるじゃないですか。だからね、どんな感じなんだろうなーってね、ちょっと気になり始めたんですよ。それでね、なんかいいなーってちょっと撃ってみたいなーと思ったんですね。で、でもさ、ちょっと撃ってみたいなって思っても、この銃ってさ、そんな買う人いないじゃないですか。いや、まあ、それはいると思いますよ。それはいると思いますけども、でも確実にガスブローバックハンドガンみたいに、周りの人がいっぱい買うものじゃないじゃないですか。やっぱり限られた人しか買わないと思うんですよ。ってなると、なんか、ちょっと撃たせてよとか、ちょっと貸してよっていうのも、なかなかできないよなーと思って。で、仮にさ、もし買った人がいたとしても、10万円も15万円ぐらいのものですよ。そんな高額商品をさ、ちょっと貸してよなんて言えないじゃないですか。言えないし、でかいからさ、物がでかいからちょっと貸してよもなかなかできないしね。だったら、自分で買うか、と。そうなったわけなんですよ。なんかね、でもこれだけ聞くとさ、すごい無計画に買ったように聞こえるかもしれませんけども、決してね、何の考えもなしに買ったわけではありません。まあ今私はですね、皆さん、まあご存知かと思いますけども、この YouTube と、そして声優と、で、あと、まあバイトをやってるんですけども、だからね、決して金持ちではないんですよ。そんなやつがなんで買ったのかっていうと、エアガンってね、価値がそんな落ちないんですよ。どういうことかっていうと、例えば1万円で買ったエアガンがあるとします。で、それを開けて、それでちょっと試し打ちとかしてね、バンバンバンって遊んで、ああ、なるほどね、こんなもんか、面白いなーと思って、しまうじゃないですか。それで置いといたら、どうなるかって言ったら、価値そんな落ちないんですよ。1万円で買ったものが1000円、2000円になってしまうってことはないじゃないですか。いや、まあ、それはね、買取ショップに持ってけば、そんぐらいの値段になるかもしれませんけども、これを、個人売買だとか、あと、まあ、オークションだとかね、そういうところで売れば、そんなに価値落ちないわけですよ。だから、エアガンって、取っといても別に価値が上がるっていうことはほぼないですけども、かといって、めちゃくちゃ下がるっていうこともほぼないわけなんですよ。だから別に、エアガンって、サバイバルゲームとかで、使いまくるとか、そういう目的じゃなければ、別に持ってても損はそんなにしないかなって思ったんですね。だからちょっと金銭的にやべえなって時に手放してもそこまで損はしないかなっていうね。なので、まあ、いや買っちゃえということで、まあ、今回買ったわけなんですよ。まあ、たまにはいいじゃないですか。私もね、丸い初の軽機関銃撃ってみたいなってのもありますし、多分皆さんもね、どんな感じかなって気になる方もいらっしゃるでしょうからね、たまには別に動画のネタのためだけに買ってもまあいいじゃないですか。はい。と、まあ、今回はね、そんな感じで東京丸井の新製品のマーク46をポチったぞという動画でございました。あとは、届くのを楽しみにするだけです。あ、待った。その前にやるべきことがあった。置き場所がねえ。あのね、買ったはいいんだけどね、マジで置き場所がない。だってさ、こんなさ、超でけえ箱で来るみたいなんだよ。そんなの、どこに置こうか。なんもね、考えてなかった。ポチった後に気がついたよね。あって。まあ、なんとかしますよ。別にね、自分の居住スペースが狭くなっても、置ければいいです。はい。と、まあ、そんな感じで、皆さんは、どうですか？予約しましたか？ね。予約した方、ね、予約した方、一緒に楽しみに待ちましょう。それでは、じゃあな。13万か。高えな。